皆さん、こんにちは。バイクは、単車と呼ばれることがあります。辞書類でも、単車の意味は、オートバイ、スクーターなど、電動付きの二輪車、などとされています。車輪は、二つなのに、なぜバイクは、単車と呼ばれることがあるのでしょうか。調べてみると、単車以外にも、様々な呼び方がありました。1、バイクはなぜ単車と呼ばれていたのか。言葉が生まれた時期としては第二次大戦前後です。この頃はサイドカー、つまり側車付きのバイクが一般的で、これに対しバイク単体で成立していたものを単車と呼んだと言われています。ただし、諸説あります。その頃は、バイクのエンジン形式に、バリエーションが、なかったこともあり、タンクとエンジンの、タン、であるとする説。また、タンタン、という、高回転しない、当時のエンジン音に、由来するという説もあります。ただ、さすがに、後者は信憑性が薄いとは、思います。単車は半世紀以上も前に生まれた言葉ではありますが、現在でも50代半ば以上の世代では一般的に使われている印象で、古さはあまり感じないと言います。しかし若い世代の間ではあまり使われなくなっているのかもしれません。 2. エンジン音に由来説。別の言葉に、エンジン付き自転車といえば、戦後の復興期に国民の足として人気を呼んだホンダのバタバタ。旧運用無線機の発電機用エンジンを利用して製造した、通称バタバタ。この元気でユーモラスなエンジン音こそホンダの歴史の始まりでした。一世を風靡し、そのエンジン音も手伝って、オートバイ、イコールバタバタ、だと思っていた人は多かったようです。今でも、年配の方で原付バイクをバタバタと呼ぶ人がいるのは、その名残です。他にも、地域によって、そこでしかわからない、オートバイの呼び方があります。ホンダ、スズキ、ヤマハなど、オートバイメーカーと、関係の深い静岡、浜松周辺では、エンジン音から、ポンポン、とも、言われているそうです。ホンダの車種にも、ポンポンとは、補助エンジン付き自転車の、浜松風の、呼び名である、とあります。高知では、モーター、と呼ばれると聞きました。英語の、モーターサイクルや、モーターバイクを、略したものでしょうか。もしかすると、これが一番、英語に忠実な、和製英語かもしれません。単車という言葉について、もう少し解説すると、すべてのバイクを、単車と呼ぶわけではない、という点です。バイクの中でも、単車に含まれない代表例が、原付です。いわゆる、排気量が 50cc 以下の、二輪自動車ですね。原付は、普通自動車免許で、運転可能な車種です。二輪免許を、取得しなければ乗ることができない、50cc を超えるバイク、と、区別するために、厳密に言うと、単車には、原付が含まれていないようです。いかがでしたか？何かのお役に立てれば、幸いです。ご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録をお願いします。